毎度バッキオちゃんです。久々の生放送切り抜きということでね、まあこのシリーズノーデンさんという底辺から始まり、新世界神バルキリーデビルと続いて、もう旧三悪欠は駆逐完了、一旦コンプリートしました。しかしですね、ここに来てなんと最近 DVD 界隈をちょっと賑わせた某中堅配信者の三股四股、まあとにかくですね、なかなかエグいファンとのオフパコ事件、現金を受け取ったり、それとは別に金を借りてなかなか返さなかったりと金銭トラブルもあったようです。女のファンに生活費をせびるとは、男として情けないと思わんのかお前は。日本男児失格やお前は。俺に言われたら終わりやぞお前。つうわけで今日の獲物は歩く生殖器パコリザさんです。おめでとう。いやーめでたいね。もう今日は特別に豪華2本立てでお送りします。ほぼノーカットでお送りしますんでね、まあ皆さんはのんびりと酒でも飲みながら見てください。それでは平成スケベ劇場曇り座、始まり始まり。うわおまんだ、なんでや、今日2回目やぞ。カスせめてチートするならモロのやつしてきてほしい。こんなこっちも言い訳立ちますんで。あ、鳥飛んでた。え、お前今日ポジから離れんの？何やってんのお前。え、お前、え、嘘やろ。なんでそこから離れんの？無知やで、三パンやで。え、嘘やろ。嘘やろ、お前。お前、このままダウン取るわ、ちょっと。ちょ、もう聞こえへんねんけど、これ。もうあのパークマジ凶悪やわ、ほんま。おった。フリッパつけろかな。ずさにく入れとくか。え、こいつ弱っ。こいつ調子悪いの？デフォルトこんな感じ。かましよ。外した外した。ああ、さすがに回るよな。最悪もう一台回んねん。こいつキャンプで潰す？悩むところやな。どうせこのマップ発電機固まらんからな。めっちゃ広いし。あ、こいつオフレコもどうなんや、決死もないと思いたい。お伏せじゃないからほなな。2回目。え、お前嘘やろマジで。あ、消しもない。え、ちょっと嘘やろお前。オフレコも消しも入れへんのお前。そのレベルで黙っとるよクソが。何人抱いてんお前結局よ。お前結局何人ファン食ってんお前。俺3人やって聞いてんねんけどお前。なんでお前みたいなダンディー魚みたいな顔面したキモいやつがよ。3人も食ってんねん。まあ相手ババアらしいけどな。ゲロったやつだけで3人やったっけ。いやー曇り座脱出されたな。救助早かった。ただ追う位置考えたらこいつなんよ。あ、上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 、おった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 。あ、ドーン、感謝。このまま死んでもらうわ。よ。お前、嘘やろ。チンパンジーやん。
うそやろ、お前何千時間、おこいつプレイ時間やかましいよ、お前もう何やねんお前、オフパコンコが。嘘やろお前、あいつ俺のことブロックしてるからな、あいつあのちょっとプチ炎上しとった時、俺コメントでお前ておちょくりに行ったらお前そこブロックしやがったからな。俺質問しただけやで、ファンの人食ったんすかつった、俺いち早くコメントしに行ってん、だからツイッターで速攻流れてきたから。でもチーターおらんでよかったわほんま。ういういちょあいつももっと、いや俺殺さんでもよかったかもしれんな、ちょっと待てばよかったな。でもそんなことしとったら負けるからな。いやほんまキラーは気楽にはできへんからね。もうこいつリリースやな、キラーはちょっとでも手抜いたらね一気に逆転されるからね。いやマジひどいで、今まで当たったそれなりの有名人でいっちゃひどいで、曇り座いっちゃひどいで、当たった有名人まだ竹の場の方がマシやったで。マジで雑魚すぎて取れたかないねんけど、うっせやろ、たまたま、もう何やってんのお前。あのキムチ煽っとったわ、ろくにカバーもできんくせに煽っとったこいつ席のペース早ない、なんかやってる、コロナかかってんじゃん。匿名やからなんか使ってくる可能性もあるんや。え、こいつフォグなん？曇りだってフォグなん？あの奴隷の鎖のマーク出てる画面に。あいつ出てなかったと思うけど。はあ、やかましい。あいつフォグなん？だいぶ前見たときなんかあの奴隷の鎖画面に出てなかったと思うんだけど、まあ、出すの絶対必要ってわけではないと思うけど、出すやろ普通フォグやったら。デカデカとどうやと言わんばかりに。これキャンプやな、何がこんな底辺フォグちゃうやろがお前、えつら20とか30でやってる見るかの前で言えんのかお前それ。あとなんかあのチャミするとかいうババアもおったよな、あいつも30、40とかでやってなかった。このゲームのフォグ結構底辺をいっぱいおんで、他にもおったよね、なんか閲覧なんかもうほんま20、30とかでやってるやつ結構おるよね、このゲーム。ああああああしばく価値もないわ。
こいつらを余興にして最後に曇り座にバチバチケバブしたりたかってんけどな。ちょっと曇り座があまりにもちょっと全然粘ってくれへんかったから、嘘やろっていうぐらい、嘘やろ。あのチーターおらんでほんまよかったわ。俺めっちゃこれ行くかめっちゃ悩んで、ほんま曇り座以外全員外人と匿名やからな。いっちゃ危ないの中華やけど、キムチも結構危ないからな。え、曇り座ほんまにフォグなん？あんな歩くチンポかフォグなんか、お前あれクビにならへんのあれ。いやあれあのファンの女抱くとかやったら、まあそれだけやったら別にさ言うてさ、まあ大人やしさ、別にまあ3人もキモいけど、3人も出てたらキモいけど、そっから金まで巻き上げとったっていう、金借りての絶対返す気ないやのみたいな感じやったやん。で借りただけじゃなくてもらったりもしとったからな。まあそういうツイッターで言うてるやつがほんまなら、あの女たちがほんまのこと言うてる。でも曇り座してないよな多分。否定できへんねやろ、少なくとも俺の知る限りでは。そうらしいねんけど、情けないと思わんのかな、ファンから。ファンでもまあ最高のコスパは言うけどな、だからファンとただまんするどころか金まで巻き上げるっていう、まあ確かにコスパはいい、すごい人としては終わってるけど。俺なんかもうオフ会の費用全部出してんぞお前。俺逆やからな、俺金まで貸してんぞお前、来たやつに。あいついつ返してくれんねん。これもう言わんとこ思っとったけど、もう言うけど。あいついつ返してくれんねんマジで。結構経ってんぞ。まあまだ1ヶ月やからな、まだ大丈夫かな。東京から俺にめっちゃ会いたがってたやつがおってんけど、そいつ新社会人やから金がないんよ。でも来たいって言ってな、証人もおるからな、証人もおるから、貸した瞬間見てるから、俺の他のファンが、オフ会参加者が。どうしても会いたいみたいな感じの子がおってん、男の。あいつね、20歳やったかな、20歳の男の子がおってん、ね、金がないけど、でもバケの、子さんよ、めっちゃ子さんよ、うん、めっちゃ子さんよ、じゃないと貸せんよ、何万か貸してやって、帰ってこえへんねん、配信で返してくれたらええから、スパチャでもええから、返してくれへん、ね、返してくれへんどころか、それなりに配信来とったのに、こんようになったっていう、これバックレル聞いちゃうんかお前、これ見物やね。別にいいけど、もう帰ってこいへん可能、でも金貸す時ってやっぱ帰ってこいへんことやっぱ考えるからね俺も。でも最悪帰ってこいへんでええやみたいな、別にそんな何十万も貸したわけちゃうからな、最悪帰ってこんでもこうやって笑いの話になるからええかなみたいな。でもちょっとやっぱりちょっと悲しいよね。まだ分からんけどな、まだ分からんけどな、まだ分からんけどな。まだ言うて、え、オフ会したんいつやったっけ？ 2 回やったんよ。2回に分けたんよ。最初は3回やる予定やってんけど、結局まあ2回に分けて。その1日目に来たやつに貸してんけど。まあ、返す気あるんやったらちょっとあれ、言うたんのかわいそうやから言わんけど、まだここで誰とは。うん、マジで。どうなんやろな。ちょ、マジで、お前ら、賭けとかすんなよ。結局その金返ってくんのか返ってこないのかみたいな、賭けとかすんなよ。賭博やからな、それ。違法の賭博やからな、それは。マジ、曇り座の逆やから。俺、曇り座、だから曇り座は、視聴者を、もう金巻き上げるものとしか見てなかったわけ。俺、逆やから。え？曇り座の、ファンの女抱いて、金まで取るって。
俺は抱きもせえへんし金を貸すっていう真反対やからなこいつとはなあ。ゾンビにやられてるな。うまいこと使いよんね。気持ち悪いわ。ゾンビ殺さなあかんのか。じゃあ俺まあ別に帰ってきても帰ってこんでも別に俺はいいけどな。帰ってきたら来たで普通に成人エピソードやから普通かさんでしょそんな初めて会うやつに、うん、まあまあまあ帰ってこんかったらこんとかで普通に笑い話になるし別にいいよ、うん、どっちでもいいよ。まあでも返さんとなると多分俺の配信にも顔出さへんやろうなっていうそれはまあ出さへんやろうなってバックレたやつがわざわざ連絡とかしてこんでしょ。だってお前ら友達に金貸してさ金返さんやつ連絡とか向こうからしてこんでしょ。多分それと同じ現象が多分起こるやろうどうだろうなってあ、ひしこいて働いて倍で返そうとして、あ、なるほどな。うん、まあ、子さんやからあり得るよ。ちょっとそれ期待していいかな。別に学生ではないからな。卒業したばっかりやねん、そいつ。で、だから金がなかったっていう。だからその辺のおっさんとかやったらさ、母さんよ。かわいそうでもなんでもないやん。で、やっぱり若いと金ないのはしゃあないよ。で、まず、なんか俺にガチで会いたかったっぽかったし、ちょっと貸したろうかなっていう感じで。うん、もう単純に優しさで貸してあげたんですよ、うん、まあでもまだ言うていいけど、そもそも俺そんな配信頻度みたいな、そんな、お、あったあったあった、ハッチ1個ですよ。ハッチは1個ですよ。2対8じゃないですよ。いや、これを曇り座にやりたかった。あのドチクショーにやりたかった。あいつにやりたかった。なんで煽んねんお前。足跡消えてんけど、お前なんかやってる？ゆうや遅いよお前。もうちょい早く来てくれよお前。お前煽ってみろよお前、煽ってみろよお前、フックから煽ってみろよチンパンジーがお前、こらあ、お前こらお前。さてと破滅生きてくれよマジで。破滅のとこ一回行くわ、怖い。あー、お、こっち側でおったら破滅バレる。あー、あかん、一瞬当たっただけや。もうええわ今のやつ。パコリザではない。もろにかけたった。こいつこのままダウン取る。ああもう嫌や。早いって破滅。早い、やばい。もう1台2台上がるかもしれん。
渇望途中で消えてんけど、俺視線切れたっけ。なんかもうほんま死を疑ってしまうけど、まあさすがに今のはさないやろ。共鳴がちっていくわ。ちょっとゲロあんまりかけれてないな。おい、今のパコリザちゃうんけお前。ああ、バスケットくか。お前でええわ、ちょっと。一考えたお前なんよ。いったあるんよな、ここまだ。あー、今の攻撃できたな。さすがにタケチン。これダウン取れたらサージ入っておいしいんやけど。パコリさん乗らやろ。あ、月本乗らやな。うわー、一体やばいとこや、ここ。乗らやとしたら引き継ぎがないし、ここかな。間に合わんかった。ここもやべえんよな。お前まだ釣ってへんかったやつやけどね。おう、ち考えたらね、ここだよね。スマチャクですか。消えた。表面間に合うかな。間に合わんかった。これちょっと負けコースやな。いややな、あんな雑魚に負けてないな。あいつとチェイスまで行くかもしれないからな。なんせ破滅が速攻診断めちゃめちゃ痛いわ。やっぱりなんか破滅のおかげで勝てたなみたいな試合ほとんどないもんな。でも代わりのパークがね、なんかマジで思いつかんのよね。来るかな。来た、早いね救助。お前見えてる俺のこと。さすがに気のせいか。オフレコ臭いなこいつ。違うかった。決死怖いけどちょっと行くわ。発電式が結構高いこいつら。ガチらな、まずい。パコリザと一回もチェイスしてないんよ。こいつこのままちょっとトンネルでぶちのめすわ。でもキャンプできへんからな今。早く救助してくれ。
今頃この水はクソほど回しとんねやろな。おったね、今のパコッちゃんやろ。ちょっとあれ、泉行く時間がないわ。お、パコッちゃん立てこんなあかんよ、立てこんなあかんよ。君ダウンで魂の盾見せてみろ。お前一発も釣られてへんぞ。さすがに追いすぎたな、ちょっと。まあゲロは使わないんですけどね。もうキモいって。通常でダウン取れるとか取っていて、釣れるときに釣っとく。地下まで持っていく日もおったね今。パコっちゃんやな、あいつまで一発も釣ってへんのよな。来てくれないか。あ、まだ伏せ、黒ゲロや。あれどうやろ、間に合うかな。最悪ミスった、最悪や。これ終わったやつやな。あいつのトンネルも成功すると思えない。一旦向こうクソほどあるからな。で、こいつデッハやったから、うえぇ。長いよ。さあ、どこ回してる。クソほど回ってるやん。やっぱこれ負けコースやな、ちょっとまずいな。ここ誰回してる。あ、そっち行ったか。あいつゲロ入ったな今。ということはやっぱ触ってんな、あそこ。マジ新音で速攻逃げるよな。この板マジ嫌やわ。お前それやばいんちゃう。よっしゃ行こう。おら、いいサージ入った。メメントしよう、暇がない。
紐なんでこんな回ってんの。パクリザやんけ。板使わんのかお前。しんどけようんこが。お前また足引っ張ったんぞ。お前何千時間やってんよ。お前はセックスばっかしてるから弱いね。お前性病が脳みそにまで回ってんちゃうかお前よ。こら。おかげで勝てそうよ。もう一匹どこやろな。こいつプレイ時間どんだよ。お前お料理はるかにやってるはずやろ。お前ほぼサバせんでしょ。しかも寝てるよお前。もう一匹死んでも探すからなお前。釣り交換にも参加できへん。板も倒せへん。あいつ今どんな顔してんのやろな。こんなしかしよ。もうこれだって今回りかけてるでもないはずやからね。彼女に夢中？彼女の財布に夢中なんやろがお前。何言ってんねん。パルさんそれは変なこと言うじゃダメ。ちょっと遠く探しに行ってみるか。ロッカーとかちょっとな全部見てられへんな。ロッカーまだ入るフェーズじゃないと。あっつってん？足音聞こえた？足音。気のせい。自分の足音かな。ちょっとパコリザちょっと寿命やばなってんな。もう多分発電機あいつが触りに来てなかったら。でもゲロかけてるから多分触ってないんよ。ゲロ反応してないから。ちょっとパコッちゃんちょっとあれ立たして。ええ塩梅にするわ。ああ、もうちょっと長生きさせたろお前。うん、一緒に探すかな。一緒に探すか。一緒に探してみるか。こいつも映ってへんけどな。お前さっき板なんか変な使い方使ってないから、ちょ板当てさせたろか。当てさせたろか板な。板さっきなぜか謎に渋ってさ、うん、やってみる。板使わんでいい。探そう。あいつでも発電機のとこ言っとったな。どんくらい落としとった発電機。あいつ発電パークとかあんのかな。あんま探しすぎたら通電してあいつ逃がしてしまうことになったら最悪やから。もう殺すか。でももう一匹救助に来るつもりなんかな。俺ゲロ両方かけたっけ。向こうの発電機両方ゲロかけたっけ。あいつとパコリザとチェイスしてるふりしたらもう一匹ちゃんと回してくれるやろか。こいつとチェイスするふりしたらさ回してくれるやろか。回したらゲロの反応でわかんねんけどさ。パコリザ多分野良でしょ。もうちょいちょっと違うでしょお前。それは違うでしょ。 No 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 no。 ジルバレ全然反応せえへんなゲロ。え、違う違う、なんか勘違いした。なんか勘違いした。地下まさかの
ちょ、発電機怖いわ。まあかんな、あいつもちょっと、あいつ指導し損ねたら最悪やから、もうあかん、殺すか？どうするべきやと思う。でも全滅は取りたいんよ。こいつは新世界人みたいに案内してくれへんからね、多分。こいつは多分ね、新世界人みたいにね、サバの元に案内してくれないんよ。俺発電機全部ゲロかけてなかったよな。ということは今ジルに反応入らんってことね。そこ回せよお前、ここ0%から回せよお前、ほんま。もう極限までこれサージで発電機落とす。もうでもこれ8回蹴ったやろ、もうこれ8回蹴っちゃったやろ。なんかこっちとかちょっと怪しいよね。おらんか。もう片っぽ行ってみる、ゲートのとこ。もう切れなかったりすんのかな。向こうさっていうかさ、こっちはさ、これ追ってる方で余裕やからええけどさ、てか向こうの配信葬式みたいになってんじゃん、知らんけど。ちょ偵察してこいや。どんな感じになってんの今の向こうの配信。絶対おつややろ。本人どんな反応してんの。いや俺は全然ええで、これ。これ普段から全滅取りに行くムーブは俺してるから、普通のキラーここまでやらんでしょ。待ってよ、普通のキラーここまでやらんもんね。でもサバ戦配信者って慣れてないから、こういうことに。誰あいつか。スキルチェックミスりよったんやな。助かるわ、10秒探す時間増えるわ。あーもうさすがに切れないな。釣るかー、いやー釣るかー、どうする、怖えーなー。くそがー、腹立つわー。全滅取りたかったなー。もうでも時間ないな。あった、ありがとう、ありがとう、ありが、殺す、どこ、ちょっと時間がやばい、あいつが動いてへんかったら助かるんやけど。だったけお前、お前簡易ケバブじゃん、お前ダウンだったらこの辺やったよな。ありがとう、嬉しい、
生徒指導室行っちゃう。ああ射精しそう、やばい。あーかもがくんや、お前指導室行かれへんやろか、お前射精。あー行ってまいりましたよこれ。あー待ってろ。あーありがとう。お前雑魚すぎる。お前サバセンのくせに雑魚すぎやろ。ありがとう。パコリゾ配信やってるでしょ。ちょっと待って、おったおったおった、これおったおったおった。まだ、お前テンション低いな。お前2000円もらった後やのにテンション低いな。クリア耐久とは言ってない。道場のスパチャもらってるやん、お前テンション低すぎやろ。お前クリア耐久とは言ってないよ。お前今日もダンディ坂野にそっくりやな。これだけ女、どんなゲテモノ好きやねん、ほんま。全然進んでない。これ多分ベッドの上ではもっとブスってことでしょ、多分髪とかも乱れるしさ。非常に進んでないです、ね、なんか汗だくになるしさ、髪乱れるしさ、しかも裸でしょ。何お前ジャケット着て配信来たの。これベッドの上もっとブスに見えるねんで、こいつ。すげえよな女も、ほんまちょっと有名人やったら誰でもええんかな。引くわほんま。まあでも野田総理とやる女もいっぱいおるからな。まあ多分何もやってへんやつからしたらこんなやつでも大手に見えるんやろうね、有名人に。いやマジダンディ坂野にしか見えへん、ほんまこいつ。ゲッツ。でこいつ野良やったん。なんかもう野良、なんかこの別のサバがさ、めっちゃなんかもうプレイグ対策知ってるやつばっかでよ、マジだるかったわほんま。プレイク結構昔からおる嫌いやからしゃあないねんけどさ、なんかもうパコリザ以外全員できるやつやってマジだるかったわほんま。発電式もまあまあ高いしよ。チャイルドシート座ってるとか言うたんのお前は。これこいつ金ないからええ椅子買われへんねん、お前でっかい椅子買われへんねん。こじきしまくっても金ないねんからこいつは。いやー面白かったですね。まあ最後の締めにはなりますが、まずいいネタを提供してくれた曇り座さんには謝罪と感謝をしたいですね。いじってごめんなさい。そして美味しいネタをありがとう。でね、これも言っておきたいのが、まあ散々曇り座さんをバカにした私がこんなこと言うの意外と思われるかもしれませんが、私ね、彼のことはね、まあ悪人寄りではあると思いますけど、そんな邪悪な人間やとまでは思ってません。というのもね、人間誰でも悪い部分持ってます。もしこの動画を見てるあなたたちが私たち配信者の立場なら、もしあなたたちがそこそこ有名になって女のファンもいっぱいできました、すり寄ってきます、簡単にやります、何人も選び放題です、そんな状況になった時、お前たちは女遊びをしないと言い切れるか。誘惑に負けるやつ相当な数いると思います。特にリアルで女にモテたことのない人たちは注意ですよ。ヒカキンですらセフレおってんから。俺の場合だってね、たまたま性欲がないからオフパコしたことないけど、もし俺に人並みの性欲があったらファンの女食い漁ってた可能性あるかもしれん。俺みたいな毒舌系はね、今更イメージとかも気にせえへんしね。最悪バレても大丈夫やし。まあね、つまり俺が言いたいのは、人の炎上を叩いてるやつらが善人とは限らないってことです。
あのツイッターでずっと暴れてる某猫さんとその仲間見とったらわかるでしょ。ほんまに邪悪な人間っていうのはああいう連中やね。本当の悪人ってのは善人の皮をかぶってるね。ちょっと悪いことしたやつを見つけては叩いて、自分たちはあたかも常識人かのように振る舞う、そんな卑怯な連中世の中にいっぱいいます。俺は自分が善人やとは言わんけど、俺なんかよりはるかに邪悪な連中、胸クソ悪いやつら、そんなやつらがいい人ぶって周りから称賛されてるの数えきれないぐらい見てきました。だからね皆さん、新世界やバルキリーみたいな小悪党をネットで叩いたり、聞こえのいい綺麗な言葉並べてね、自分は善人やと酔うのは勝手ですけど、それじゃあ本当に苦しんでる人を見つけた時助けられないよ。というわけで今日の説法はここまで。それではまた生放送でお会いしましょう。罪人の皆様、さようなら。